徳島でキャンバラナイト拍手さあ始まりましたキャンパスの徳島でキャンバラナイト、本日12月28日日曜日の配信です。日曜日ですよ。さあそして我がユーストリームキャンパラナイトの配信のレギュラー陣でございます。愛すべきクズども誰がクズやねさあということで、あ、全員あげる、みんなクズな、ほんまにクズじゃないとは言い切れんかった。クズやもんね、そこそこクズです。うちも棒読みでしたけど、長谷川は特にクズです。なんでや。さあみんなね、これ揃って今日はお届けしたいと思いますので、じゃあ一人一人あのカメラの前で自己紹介をお願いしたいと思います。めっちゃ恥ずかしいわ、女。あ、じゃあ我々から、我々からいきます。俺から我々から、はいはい、どうもーキャンパスボーイでーす。せーの、キャンパルキャンパル、お願いします。愛媛県から帰ってきました。愛媛のみかん、みんな帰ってくるなと思ったけど、ね、なんでやねんな。帰ってきてやったぞね。帰ってまいりました。 ありがとうございます。さようなら。なんでやねんな。これからでございます。さあそしてじゃあ、はいはいはい、元気がないよ。はい、希望を売らずに夢を売る徳島のご当地グルメアーティスト、究極の B 級グルメこと石焼き芋こと言います。どうぞよろしくお願いします。いやいや、石焼き芋こ帰れ帰らん。じゃあその前な、2人、はい、どうも徳島のいやいや、そんなドラッペみたいなものに障害物に話す。どうもー、石焼きストーリーです。ちょっと若干似てない似とるようで似てないんよ。のセカンドストーリーです。セカンドストーリーでーす。お願いします。よいしょー、シンプルやったな。じゃあそちら、はい、お二人リコイチなんや。カメラ、これやろ。これ以外ないやろ。言ってるんだ。オガヒメでーす。お好きで、お好きでしょ。アンガキでーす。姫、姫、姫のミカ。あの、これ。反応したら、消したら、消したボケ。オガヒメ T シャツを。あの、帽子と、はいはい、コート手作りね。待って、ほんまに脱ぐと西村とあの お揃いになっちゃう。ペアルック、ペアルック直行きと全然ちゃうやん。ペアルックやっぱりなんか通じてあるのね。先生ごめんね。いやいいお前流れ止めて言うけど、どうぞ。服を手作りの方が広げたかった話。すごいな、ちょっと見せてよそれ。これ見せて服。あ、でも携帯入れてない。フラン。いやいや別に、ね、携帯入れてないで。フランってね。え、これほんまに手作りな。すごいな。うちかも。だってうちかもちゃんと。このね、自由やろこれ絶対。自由やろ。すごい。いや、もうプロのね、もう、はあ、お手並みですよ。こっちで飯食えや。すごい。で、これ先生も手作りですか？そのものが。ちゃんとあの先生手作り。こちら、オガヒメ崖っぷちアイドルって。1700円です。あ、販売中ということで。販売中でございます。ねえ、こちら。え？なんでもない。え？ラッカアイドル。ラッカアイドル落ちてる。さあということで、こんな愉快なメンバーで今日はですね、はい、まあ今年も言うてもね、残りわずかとなりまして。早いもんでんな。ね、早いですよ。働きたくないでんな。まあ久々にね、もう全員集結しようではないかということで、はい、年末配信スペシャルということでございます。はい、はい、わかりました。うちの相方が顔がうつらみたいに大丈夫ですか。ちょっとうまいこと、チビなんです。すごい、もうそのたったら立った。見てないですか、うちだけ顔がちょうど中腰、中腰ずっとこれでおるんすか。きついっすよ。追ってくれるか。顔や映らんでもええやん、もう。ねえねえな。あ、いや、もうちょい先生広がったら映るかもしれないですね。はい、あそこですね。あ、OK です。はい、
ちょうど西浦がね、なんでこんなになんかでかく映んねやろ西浦が、ね、それは存在感があるからや。いや芸能人としての、いやあなたよりかこっちの方が存在感あるからね、うん、もうかぶり物の方が。だって俺こんな風に生まれてきたんやからしゃあないやん。そっちけもう絶対ちゃうやん。ほんでなんでこの長さちゃうねんこっちの。えそんな長さちゃうねん。あこれはあのヒンドゥー教のあれです。なんやろそんな。怒られんぞほんまに。そういうのヒンドゥー教に当たり前やそれは。ねえ、ヒンドゥー教の人みたいな宗教いじんなお前は。ねえーまあ、やっていきたいと思いますけども、はい、もう、うん、おばい姫がめちゃめちゃ久しぶりなんですよね。あそうやったっけ。3ヶ月ぶりです。ねえ声はらんと届かんよ。皆さん待っててくれたのにごめんね。待っててくれたのにごめんねって言ってます。待っててくれて、これここ聞こえるからこっち。ねえねセカンドストーリーは11月出た。出ましたね。1回なんか1回だけは見たような気がする。出ました出ました、うん、でねあの配信には出てないですけど、ちょこちょこキャンパスさんとも一緒にいるよね。そうやな、ここは久しぶりって感じせえへん。イベントでねようあってますし、うんはい、ねえ妹子さんもまあ先月出て、はい、まあ1ヶ月ちょっとぶりですよ。ぶりの、はい、ねえっていう。でもこうやって全員で会うってなると、はい、まあ今日ゆえさんちょっとお休みになってるんですけども、それでもあの会うってなるとどれぶり。もう3年前の正月ぶりじゃないですか。あれあの YNN 祭りの、はい、そこに全員に会ってからになるんですかね。結構疎遠になってきましたね。イベントで会ってるでしょ。仲が悪く、うんねえ、我々だけ猪木者で、ちょっと楽しそうなんで、泣いてるのに、先生泣いてるのに何お前笑うね。一緒一緒に泣いてやったんやないか。もらい泣きしたんやんか。全然泣いてる感なかったけどめっちゃ喜んでるやん。いや笑うとこじゃないんですねここ。まあでも今日はねもう楽しんで年末ですのでやっていきたいと思います。もう今日はパーティーを持ってるので、もう来る前もこう忘年会ファミマに寄ってね、こうやってお菓子も買ってきたんやで、ね、ちゃんとファミマコレクションのこれ、ただあのテーブルまでの距離感めっちゃあるけど。めっちゃ取りに行ったね。みんな好きに取ってやるね。取りづらいかな。すごい偉い。そうもうちょっとパーティー開けしとくわ。じゃあ映ってるぞスポンサーじゃないのに。いやスポンサーやねこれファミマ。いやいやえええええええただあの、はい、まあ、立食パーティーっていうのは何かな。みんな自由に歩き始めるんですよ。ほんでねよくよく考えたら飲み物を持ってきてないんで、あの皆さん喉乾いたら唾を飲み込んでください。喉詰まったと。気持ちいい。でもマスコさんだろう。全部水分取られるようなものばっかりなんですけども。みかんやってる。そうですね、最悪みかんの果汁を絞ってくれたらね、いけますので。見てるだけでも口パサパサする。あうまい。映ってないうまいわ。とりあえずみんなで取りに行こう。とりあえずみんなで取りあえず取れたよ。わいね、今日パーティーですから、うん、わね、ちょっと楽しんでなかなかシュールです。わちゃ感出して、ね、ファミマコレクションね、ポテトチップスキャラメルコーンとコラボしたり、ポップコーンがもう、あうまいわ。ポップコーンもあるで。3秒ルール大丈夫。3秒立たよ。立てない。立てない。大丈夫。何食った。いやうまいな。しいな。パーティー感出ましたね。なんかね。映ってない映ってない。誰も。パーティーだパーティーだ。ね、一応今日はいつもね、シェアステージ徳島って言って、まあ、コスプレのね、チームダンスチームとか、はい、まあ将来こう徳島市で。徳島県からこうアーティスト声優とか目指してる子たちが、まあ、練習してるスタジオからお借りして、うん、僕の部屋が狭すぎるので、うん、今日はお借りしてこちらからお届けしております。うわー、ね、ありがとうございます。いやいやほんまに、うんですね、なんか喋り出そうとしてない。ほんまにの前やったよね。そうです、相槌です。そうやね。ここ一応普段はレコーディングスタジオ
として使っているので、ちゃんとあちらにはねレコーディングの機材とかが、すげえ、網張ってるやつや、すごいね、改装したの、ここどうなんですかね、どうなんですかって、ここ普通のマンションやった、これまあ普通のマンション、まあ買い取ってんのかな、ここだって改装するのじゃないとね、前ど何やってんって話やん、すごいよ、普通の部屋でやろ、普通の部屋じゃあ改装してるやん、で2階全部そこの事務所の部屋なんですよ、すごいね、他の人も住んでるよね、あじゃあの上の階とかは下は住んでます、はい、じゃあ防音もやってんねや、防音できてますこれで、一番上がダンス練習場もありますね、もっとでかい会議室みたいな、すごいな、はい、あって、いや見た感じその普通のマンションなんやけどね、うん、はいはい、でもなんか中入ってみたらもう完全にびっくりでしょ、西浦ここ来るのは西浦が初めてですか、西浦初めてです、ひもこさんは初めてです、セカストはありますよ、なんか、はい、なんか打ち合わせかなんかで来ましたね、うん、イベントの、あほんまに、はい、打ち合わせでここのレコーディングのところは初めて来ました、はい、他の姫は結構来てますよね、ここ私は来た、そうです、来てる、来たそうです来た来たそうですよっていうねえ、なんか萌えソンってね、萌えソンね、いうその絆クラブのその森田さん、そのシェアステージ徳島がやってる配信でここでやってると、萌えソン覚えてる、萌えソン、はい、覚えてますよ、ずっと出てるでしょ、あなた覚えてて、はい、出てるってね、出てる、早かったよ、た飲んだの、ウイスキー飲んだの、ほんまにあれ飲んだ、提供する側じゃなかったやん飲んだ方なんや、うんじゃねえやうん、ごめんごめんもういいですまあこんな愉快なメンバーでございまして、はい、コメントもね、はい、コメントもまた遠いですね、そうなんですよ全然読まれへん、いやいや、俺らやったらメガネにもつらい、目が悪すぎて画面見とっかな、そうです、ね、で、リアさん入ってきてくれてます、リアキナカーも、ね、徳島に帰ってきましたと、おかえり、なるほど、ほんでね、僕あのホンデリングがどうしたって、ほんいや、そんな言うてんよ、ほんでねっていうね、いや、僕その家出ようとしたら、おすごい玄関、はい、共同玄関ね、我々一緒に住んでて、はい、まあ、個人の玄関あって、はい、で1階のところに共同玄関あると、はい、ガッチャ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 してんよ、俺西浦何してんねんと思って、西浦何もしてないよ、バッて出たらリアさん立っててうわタヌタヌとリアさんがねガッチャ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 まあ、朝かな、はい、徳島に帰ってきたよということで、はい、あのお土産を持ってきてくれまして、落ち花行き、いや、どこ行ったんだろう、違う呼び方ですなよ、落花生って言うのこれ、ね、これあのタヌタヌが今千葉県の方で、はい、ね、就職して、ね、2人とも千葉の方に引っ越して、千葉といえば落花生、千葉県特産の新豆のね、落花生ですって、ここもういただきましたね、ちょっとせっかかったらね、千葉の人は千葉の落花生をそんなに食べるのやって、え、そうなんですか、落花生って お土産やから高いんやって、あー、ちょっ と, ちょっとどんな感じか、ありがとうございます、ね、硬くて食べれないじょ、いや、我やなつってな、この殻付きの落花生ってあるの、まあ一個ずつね、ディズニーみたいですね、まあ、はい、ガンボでネズミが食べる、そうそうそう、ネズミが運んでるやつそれこんなんねんな、あの今見たらね、まあ、大体落花生ってこういう感じじゃないですか、うん、今見たらシンプルに1個っていう、そんなある、すごいシンプルに1個しかない、これピスタチオみたいお前でパッと見、ちょ食べましょう、これありがとうございます、自然の風味と香りを大切にじっくりと丁寧に、これあイブルやったっけ、何やねこれ、入り上げました、入り上げました、ルーはいらんかった、あー香ばしい、普通のこうピーナッツより香ばしい、あ香りめっちゃええ香りじゃん、めっちゃええ、割って、すげえ、じゃあ今21歳の相方が自分で落花生の殻を割れないっていう、割って、割くよ、ワンで弱いな、お腹で割るんよ、どんなんよ、へそでこうやってパチンで、じゃあ22歳やったら落花生これ入ってるの知らんかったんちゃう、これはさすがにないですよ
そうやな。それはそれはないよ。俺もそれはないよ。小学生ぐらいにしてたわ。珍しく放り込んだのにごめんな。もうてか香りからええからもう。すごいね。なんか感想言おうよみんな。食うのもったいないからね。香りずっと嗅いどきたいから鼻に詰め込んでええからこれ。ろくでなし歌ってるところはね。皆さんから綺麗に向けました。あ。私綺麗に向けたよ。うわ、ほんま、うまっ。すげえ。画面越しでめっちゃ綺麗な割り方。イエーイ。わかりますかね。俺小動物食い荒らしたみたいな。俺シンプルにボロボロなんだよ。捨てるとこないこれ。ちょっと机の上に。あ、これゴミ。あ、ゴミ袋あれに入れてください。そうやな、これに。ぽいぽいぽい。ぽい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 。なんやねもう。ちょっと。ぽいのがありがとうございます。めっちゃいい匂い。ああ、いい匂い。漂うな。いや、普通に漂ってるな。こんな感じでございます。あ、おいしい。うまっ。深い味わい、これ。おー。深い。深い。浅い。なんか粒が大きいですね、他のピーナッツよりね。うん、贅沢。うわ、酒めっちゃ欲しくなる。じゃあ後ろありますよ。 あるやん、ウイスキーもあれば。おい、ウイスキー作れ。はい、はい、いや、作らんねえよ、作らんねえ。ハイボール作れ。大丈夫、作らなくて大丈夫ですから、ほんまにねえ。まあ、ここもだから別の配信で使われたり、その絆クラブのね、はい、メンバーで、されてるところなんですけども、いや、うまかったね、これリアさんの。美味しいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。ねえ、アルヨさんもね、チラ見中ですと。あ、アルヨさん。で、ムックさんも。呼び捨てやった。ムックさん、お久しぶりですと。ムック。途中で席替えした方がいいかもねと。まあ、これね、またトークするにあたって、一人一人順番に変わっていきますので、大丈夫ですよ。で、鬼嫁さんが、ねえ、西浦と小川姫ペアルックと。じゃあそれで。はい。ねえ、サナピーさんもね、オールスター感謝祭万歳で。ああ、ありがとうございます。ね、オールスター集まりましたよ。ゴミですよ。ねえ、スターダスト。さあ、あゆみさんもね、みんな可愛すぎーと。ね、先生言われてますよ、先生言われてますよ。先生かわい、先生かわいすぎ言われてますよ、今。落花生の味に浸ってたんで、ちょっとぼーっとしてました。落花アイドル。まさに落花生。まあ、ねえ、これ崖っぷちなんで、もう落花生アイドルにしたんや、もう。してるんですよ、あなたは。ビターンってなってるんで。ビターンね。小川姫のブログには西浦とのラブラブが紹介されてたと。まあいつか歌えたろうかなって。裁判沙汰やなって。の。訴訟しますよ。で、サナピーさんが長谷川について書いてるんですが、まだこれちょっと後ほど読みたいと思います。はい。悪口や。後でじっくり悪口読む。いやの。ね、チビーチビーチビー。それはほんまのことやからしゃあないですよ。黒髪、あれ、なんでしたっけ。ちびっこ軍団、ちびっこ軍団。おがいめに勝手にちびっこ党の会なんか組まされてますからね。嫌なくくりやな。これタヌタヌからの千葉県のお土産ですよ。ありがとうございます。ねえ、美味しかったです。もっとかっこいいくくりがええもん。ねえ、まあこんな感じで、まあ、やっていくんですけども、はい、まあどんな話します。まあなんかね、あれやったら年末大反省会でもええし、まあどんいろんなトークできますけれども、まずはまあ最近の活動報告からしていきましょうか。はい、どうじゃ、いせっかくお前、いや、それイモコさん、まず真ん中なんで、イモコさんから時間の無駄やろ。私からはい。いや、もう何があったかな、ほんまに。だって俺らと一緒に仕事したやんけ。した、最近した。23日中ちゃんバスに乗って、はい、はい、あ、そうなんていうか、ね、そう、長谷川も、長谷川もおったやん。
これ消えちゃうかおらんかったんですけど、車酔いするからね、いや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 ってもね、そういう理由車酔いそんな弱い里の方で模試があってちょっとどうしても休めなかったの。お前嘘じゃないよ、嘘だよなほんまに苦手なんかと思うやんか、そんな知らんもんだって。まあ酔いますけど、ね、すごい嘘だ。いやでも確かにたまにセカンドストーリーをね僕の車に乗せて出かける時あるんですけども、うん、もうわ清水さんの車乗ったら私酔いますって怖い嫌やってずっと吐きだこ出てます、ね、吐くいやちゃんと安全運転で言ってんねんけどなって思いながらそうそうそう、バスが苦手、バスは俺も苦手やったけど、バスだけはあなたのお父さん、うん、バスの運転手やったけどちょっと苦手やったんで、うん、バス嫌いだったな。でも乗るほんまに、うん、だから親父が嫌いだったいや原因そこかい、ほんのこと、うんね、このね、はい、アナ光の街ステーションで、はい、四国放送ラジオ公開生放送されてて、はい、福井和美アナウンサー、ゴジカルタレントアカデミーの木戸弥生ちゃん、そしてキャンパスボーイがそこで中継していて、中継じゃないね、まあ、していて、で中継で当てるんちゃう、当てるんですか、寺島アナウンサーとハセッチとうちでバスに乗って、うん、なんかまあ交互に漫才するというね、うん、はい、しました。なかなか斬新な企画、斬新ですね、総合演出が新たな組み合わせでしたね初の漫才、しかもバスの中、そうなんですよ、初でバスの中で大成っていうなって考えたんですけど、俺でも最初バスガイドみたいに前に立ってやってるんかなと思ったけど、うん、一番後部座席でやってたんですね。そうなんですよ、あのね、横並びの一番やりづらいなもうあそこで寺島アナウンサーと芋ねうちと、はい、あと音響の人とそうね、急に座りながら、そう、急にね、私ハセッチが寺島アナと私に挟まれているんですけど、はい、ごっつうちの方寄ってきて寺島さんの方行かないんですよ。めっちゃ嫌いなんですよ。嫌いじゃないけど、だって気持ち悪い。えらいこと言われてる。違いますよ。だって気使うじゃないですか。やっぱテレビ出てる人やし、お姉とやったらね、それなりにこう仲いい。そう、まあお尻がねすごいくっついてたんですけどね。まあちょっと向こう行けやって言いながら。でもほんまに実際にちょっと寄りなよみたいな話ありましたからね。レズや。やっぱほんまぎゅうぎゅうなんですよ、その横に音響さん4人しか乗れない、ほんま小さいバスなんでね、うん、ほんまで漫才公開ラジオでもう2回、はい、2回バス乗ったんですけど、1回目はもうラジオなしのハセッチと漫才して、うん、で2回目にラジオ公開だったんですけど、はい、いやもうダダ滑りですけどどうですか、まあ、バスの中はどうやったあのネタは。いや受けてなかったですね、全然みんな聞いてなかったですよ、はいまあ、一番後ろおるしな、ほんで一番後ろでなんかみんな振り返って、優しいから振り返ってくれるかなと思ったら、うん、みんな前こうやってずっと喋ってるんですよね、やっぱみんな仲良く、そうなんですね、男女の出会いような、そう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 です、一応若者を募集っていう感じやって、はい、座る順番もちゃんと男女男女、そうそうそうなんですよ、寝続きね、リア充ばっかりやリア充、ね、リア充じゃないよ、まだこれからリア充になりたいなっていう、そうハラスペルだけでリア充やって、こうみんななんかわっキャキャキャみたいになってるところを、ね、なってるやろなんか横目で見ながらうちは滑ってあやこれやと思ってなかったんですよ、だからちょっとでもねえ、我々こう音だけしか聞いてなかったんで、めっちゃ見てみたかったよね、生でどんな感じなんだろう、会場の雰囲気はどうだったんですか、静かに聞いてるんで、うちらの方は温かいよ、ほんまに、温かいよ、めちゃめちゃしっかり聞いて、ほんま笑うとこほんまに笑って、どこで笑ってた、笑ってない、いやでももういろいろ曲が流れるたびにも笑ったりとか、クスクス、まあ、あのちょっと聞きたいんですよ、我々もね、あの、はい、まあネタ中は音オフにしてるんやけど、こっちは はい、あの邪魔せんようにね、はい、声が入らんように、はい、でこっちはこっちであのモニタリングみたいな状態で、ちょっとこう、ね、あのボソボソっとつぶやいたり、はい、あれ今妹子さんネタ飛んだんかなとか、はい、まあそういう言うてたらまたそれはそれで笑うし、はい、でまたネタネタで本ちゃんとそれだけでも笑ってるし、何も言わんでも、はい、あってよかった、でもこっち温かいよ、みんなちゃんと聞いてくれて、でももうね、あのまあやっぱみんなも年齢も年齢でまたそっちのバスター違って、若いからね、まあこっちはでもあのリスナーさんですから皆さんしっかり聞いてくれるんですよ、やっぱり、そうなんですね、でも今まで練習何回もしてて、その前にもアミコのツリーでやったりして、全然いけるなと思ってたんですけど、この
本番がやっぱ私ダメですね。プレッシャーに弱いのが一番ダメな漫才でした。はい、同じネタですか？同じ、出来は悪かった。自分の中で一番出来が悪くて、うん、もうほんますいません。じゃあね、出来は悪い関連なんですけど、はい、放送に載ってない1回目、はい、もうあのネタをやったんですけど、うん、その時うち今まで桜井さんと。もう5年ぐらいやってるんですけど、はいはい、まあ、ネタを飛ばしたことはなかったんですけど、うん、スコーンって飛びましてそうですね、1回目の時は放送に乗ってない方 で放送乗ったら2回目の時はもんね、はい、そう、うん、でネタを飛ばしまして、うん、でもネタを作ったのはケンチキピーやったんですけど、あ、そうそうそう、あ、ケンチキピーが何ネタ飛ばしちゃうめっちゃ思ってきましたね。何怒らんだよでまあもうおかしいみたいな、ごっついダメ出しをされまして、でね、この寺島アナとのネタは私が考えたんですよ、はいはいはい、で、はい、まあ、ちょっとね、本番やっぱ寺島さんはねテレビ出てる方なんで、はい、まあ、やっぱ入りやすいじゃないですか、みんな聞きやすいから、うんうん、やっぱそっちの方がどうしても受けちゃうんで、はい、もう俺もね、こう建築さんが見て、はい、なんで寺島さんとやる方が演技うまいしよってめっちゃダメ出し来ましたなんで今ことやる方下手ただのクレームやんめちゃめちゃクレーム後半理不尽やなめちゃめちゃ理不尽やなそうなんすよ。あ、でもね、ほんま楽しかったです、私は。楽しくてやった、ほんまに、うん、やってみて、なんかまたいい経験ができたんで、また今後に生かされたらいいなと、ね、またやってみたいなと、はい、勉強になりました。建築ピードね、そうやったら、ね、今後やってみてもいいんちゃうの。じゃあおめえやってみろって話じゃん。そうですよね、そうですよね、おめえやってみろよって、はい、もうほんまにね、上がりショーなんでね、建築ピード上がり漫才やったらいいみたいで上がり漫才上がりやわもう一人いるやん、めっちゃおもろいよ女一番はい、まあこんな感じと、うん、まあほら前に、はい、アミコのね、はい、二人で司会したりね、はい、はい、いろいろどっからどこまでリサイタル話してないか、その一人でやったイベントとかあります、はい、あ、一人、あ、スミンチュさんのところで、うん、はい、ランダムハンターとイベントをしまして、スミのスミンチュ、はい、はい、食べれるスミンチュ、ほんで、まあ、当日ね、うん、あのこのオーナーがいないと、仕事で急遽いないということで、はい、まあ、このスミンジュさんの奥さんとランダムハンターとうちで、まあ、いろいろアットホームな感じでリサイタルしてきました。おー、はい、まあ、本当にアルデオさんもね来てくださってね、あ、そうなんですね、はい、もう一般の方も見れるようなイベントに、はい、そうなんですよ、もうやってた、うん、アットホームなイベントでした。12月は本ぐらいだったような気がしますね、もう全然、うん、はい、まあ思い出したらまた喋ります。じゃあ仕事納め的には、納め的には今度は31日の新町カウントダウン2015に出演します、はい、あ、なるほど、はい、あ、いいな、最後ですね、はい、がもう最後になる、じゃあほんまに年末に締めてなんですね、はい、毎年ね、毎年呼んでいただいて今年で4回目です、ね、あら、すごいやん、はい、ありがたいことで、はい、そうやそうや、これを11時から一社級ダウンで、お、ほんならもうやっぱ人が一番集まって盛り上がるタイミングちゃいます、だんだんと、そうですね、レースに向かって、ありがたいですね、去年までもうちょい早かったよね、そうそうなんですよ、うん、どん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 早くなっていって今年やばいかなと思ったけど11時になったんで、はい、まあ、いろいろ諸事情がありましてね、そう、出よった年も出てたな、出ました、カウントダウン、はい、そうです、ね、出てた出てた出てた、いや、今、そうそうそう、一人だった、うん、そうそう、あの今まで見た妹子の中で一番盛り上がってたえ、それは出会ってからのその日で、まあまあそれまでやったらね、あ、までの中でね、今までの東京だって、だって今まで商店街の中、うん、このね、みかん箱の上で歌ってるとこしか見たことなかったからさ、まあその時はね、その時めっちゃ流行ってな、ギャルみたいなのおったな、ギャルみたいなのが盛り上げてくれてたよ、ね、これはこの中で徳島でラーメンギャルやな、態度の悪いの手があったやん、いや、でもあの子たちもな、盛り上げてくれたから、はい、そうですね、よく覚えてくださってます、ね、いや、はい、ギャルが乗ってると思ってまあ、盛り上がりました、はい、ね、盛り上がんと、ね、やってられないですよね、そうですよ、まあ、カウントダウンでは一番その、はい、一番目がさ、ね、一番盛り上がったので今年も盛り上げたいなとは、はい、まあ、滑らないようにしたいと思います、滑らない、え、滑ることあるのかな、まあ、盛り上がる、ね、無理やりね、歌だけやっとったらええねんじゃん、そうですね、楽しみやな、ね、いろいろね、ネタもね、仕込まさありがとうございます、うん、はい、これぐらいですかね、もう11月ちょっと覚えてないんで、はい、
なるほど。覚えてない。まああとちなみに年始め仕事始めはいつぐらいな。まあ、1月3日に アピカで、まあ、ホルマとセカンドストーリーと、うん、アピカ、はい、一緒だね結構。そうなんですよ、最近多いですよ、アピカで歌いますので。なるほど、はい、まあ、こんな感じの、はい、シャキモコ以上です、と思います、はい、と思います。忘れてたらすいません。なるほど。まあいろいろとね、はい、あったんですね。でもね、やっぱこうこっちと一緒に長谷川と一緒にやるのが今回多かったよね。そうですね。まあそんなセカンドストーリーじゃ前に2人来て、はい、はい、ちょっとどんな兄ちゃんそのままで、ここ2人座るんで大丈夫です全然。いやいやいや、いや映るし。あ、でも結構ここフィットしてますよ、ね、すごいな。間と間やね、スペースの。いやいや、普通にだって俺普通に菓子食ってるからこうやって。ちょっと、なんか食べないでくださいよ。菓子食うだけの方がええわ。いやいや、座り座り。失礼します。はい、座って。あったかい、清水さんのおケツあったかい。そうやろ。あったかい。そうですね。どっから話したいんだろう。11月まで遡りますか。じゃあ勝浦軽トライチくらいからかな。11月は結構そうイベントが。で一緒に出たやつね。そうなんですよ、キャンパスさんとね。じゃあ坂登ろう。今日時間たっぷりあるから大体90分ぐらいをね予定してるんでね。はい、そうですね。その勝浦軽トライチの前の日のイベントで、うん、マークアチータの MC を回してましたね。今年 2days だったんですけど、うん、まあ、1日目うちら MC させてもらって、はい、でね、あの音響とかの MC とかって、こういうユースフェスティバル系でも楽しみが食べることしかないんですよね、ステージの周り離れて、まあ、言っちゃうやっぱりね、まあ、まあ美味しいものもいっぱいあるし、そうなんですよ、うん、まあ、MC も楽しくさせていただいたんですけど、結局なんか見て回るっていうのは無理じゃないですか、うん、でこう食べることしかもう音響の人も楽しみがないけん、はい、もうみんなでなんか屋台のもの買ってきて、うん、こうステージ横に戻って食べてっていうのをしてたんですけど、うん、もう誰かが美味しいもの食べてたら、ちょっとこれどこで買うって言ってめっちゃみんな群がって食べて、人の食ってるもんめっちゃうまそうに見えるから分けてくれ分けてくれと、こんな感じで豚みたいに食べながらね、うん、豚みたいに豚になってなんでそんな線の違いみたいな。だからね、まあ、MC も力蓄えてやって、はい、でその次の日が桂ゲートライチですけども、はい、で俺がキャンパスボーイさんと、うん、あの同じ仕事でして、うん、で基本うちらが MC でキャンパスさんはゲストっていう形だったので、はい、新鮮やった、ね、あのほんまにね去年もそうやったんやけど、うん、めっちゃ新鮮よね。そうなんですよ。で我々もめっちゃやりやすいのよ、気楽なんよ。あ、うちら的にも、うん、ほんにごがっつり住んでも助けてくれるやろみたいな、もう楽なんですよ。業者は他力本願他力本願ですよ。お互いどうかしてくれやろ、支え合いながらやって、うん、ね、結構、まあ、それなりにスムーズにい、はいはいはい、ったと思うんですけど、うん、だね、あの今年初の試みがありまして、はい、このみかんの、うん、何ダービーやっけ、みかんダービー、みかんダービー、そのままやった。そのままのみかんダービーがあって、うん、うちと西浦さんがね出場しました、ね、はい、出ましたね僕ら、うん、はい、ただこの、うん、うちは芸人枠みたいな感じで出てるんですけど、うん、はい、めっちゃキャラ濃い人が多くて、エイリアンとかおったことある。名前何やっけあれ、ミスター X です。ミスター全身銀色のマイネームマイネームイズミスター X。 足もちゃんと X やってる、足も、うん、足も X やってたんやって昨日初めて聞いたわ。そうなんすね。その X さんではなく、うん、そのハツラツしてない、はい、うん、のっぺりした、うん、お前喋り方もそう、あ、出来上がったなあのキャラ。そうなんですよ。全部持ってかれまして、だから俺もう逆に普通の格好で普通の素人みたいな体で、そう、うん、でもまあ俺もね、うん、盛り上がりまして、うん、であと何があったっけな、みか、え、勝浦、勝浦、そうやな、まあ、取り立て騒ぎようなことピックアップして言うのは、まあ僕イベントいろいろ写真を撮ってるんですよ、はい、いろんな会場でいろんな写真撮って、いろんなあの背景とか、こんなイベントやってましたよと他にもね、でその時も、まあ、僕ら、まあ、ブースリポートやってる時も、うん、長谷川にちょっと写真を頼んでたんよ、はい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 、で撮ってもらってて、たまにレポート撮りますけど、で次漫才やる時もちょっとやっぱ撮られへんから自分では、うん、漫才中にねこうやるわけでもいかんし、ね、セルカブもさえやったらええけどやな、はい、でも長谷が頼んでたんですよ、
ほんで僕あのブログ書くのにちょっと見返してたんですよ、はい、あのパソコンに取り入れて、うん、ほなね、1枚目2枚目は、はい、キャンパスボーイちゃんと漫才してたんですよ。2人こう横並びになってステージの上立って喋ってるよと、はい、でちゃんとバストアップもあればこう引きでこうお客さんが近くまで来てて漫才やってますよと、うんうん、でパッパパッパ送ってたら急にやで、俺の漫才のど真ん中に桜井ちゃん立てんよ俺ら隠れてるよ、これさっきまでここに俺らおったのにこうやって隠れてるの、それちょっと記憶がないんですけど嘘狙わな無理やろ、完全に2人で狙ってやってるやん、あれ何してる俺見た途端にいや映ってへんねん桜井ちゃんがほなしたっけ、全然記憶がないよ、あったよ、たまたまだったんよたまたまやたまたまやったしゃあないな俺思わずパソコンに見て邪魔やって使うの邪魔や邪魔で。で次のページ行ったらおらんようになってたけどあよかった、おらんようになってたよ、よかったよかったよかった、いやでもブースリポートの時も気がついたらなんか長谷川の顔ドアップでで次2人のドアップで、で次桜ちゃんドアップあってのもまだ俺らって何のあでも確かにもう途中でこうやってやった記憶は自撮り、女子大生みたいに自撮りしました、ほんまに自撮り、とりあえず保存したけどな、あよあよ思い出の一枚の一枚消せよ、鍵付きで保存したけどな鍵付きめっちゃいやらしい、目がいやらしい、ちゃんと誤って削除しても消えへんように鍵付きなすごいなんか怖いぞ、犯罪の匂いがたまにズームするけどな、ね、写真書かれるぞ怖いぞまあ、そういう勝浦系トライチがあって、うん、であとは、カッチクサイ、そうカッチクサイ、カッチクサイもそうか、はい、カッチクサイアナンであるカッチクサイがありまして、はい、それがねまた、うん、あ自分ら2つあった日の豪華な方の日だよなそうだ、キャパスさんね、あの2日目、うん、これら2日目しょぼいで行ったんですカッチクサイも 2days ありまして、はい、1日目が、出演者がうちらと、うん、吉本の馬と魚さん、うん、和牛さん、うん、でモノマネタレントのマーガレット清さん、うん、だけかな、うん、そんなもんか、ヒーローショーもやってたよ、あそう、あの、うん、ブレイク芸人以外だったらブレイクもいましたし、うん、中ちゃん温度のおばちゃんもいましたしというね、豪華やな豪華ななかなか見られへんで、ね、中ちゃん温度まあ確かにそうやけど、うん、そのねなんかすごいメンツに、うん、うちらも組み込まれてまして、うん、もうちょっとこれ大丈夫なんて言いながら、まあ、もうなんかポスターもねちゃんと、うん、一応顔もね、女子大生お笑いコンビニセカンドストーリー出てたぞ、そうなんですよ、うん、でまあでもちょっとね人が少なかったかなみたいな感じだね、うんうん、まあそうやな、なんか今までの家畜祭に比べたら、うん、ちょっと客層も違うかったし、うん、やっぱ結構年配の方が多くて、そうそうそう、うん、俺らの時もそうやった、そう、まあ、場所も場所やし、そう、ね、ちょっといつもと違うようなところでやったのと、2日目はどうでした客、お客さん客ね、でもね2日目はもうオープニングから多かったよ、ジヤンバイなんだけど、一番客お客さん多かったのがマーガレット清さんでしたね、やっぱりね、食いつくわそれは、氷川きよしのモノマネするけんそらもう余計に食いつくわ、もう本人でもないのにおばちゃんがキャーみたいな感じでね、あの石焼きもこさんも見に行ってましたよ、めっちゃ風きつかったそうなんですよ、でなんかあのね、うん、プロデューサーのハゲね、ハゲハゲハゲチキピー、ハゲチキピーがピーチキピー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 が、はい、馬と魚さんの大ファンみたいでそうヒャーヒャーなっとってめっちゃ好きだなあの人、そうなんですよ、うん、なんかね、うん、ピックをね、うん、渡してたんですよ、ギター弾くの、名刺代わりにみたいな、じゃあ何だろう、ピックが欲しいから、うん、交換してみたいな感じで、やり取りして、めんどくさいファンやでもないんだけど普通ね、あのバンドやってるとはそういうことは、はい、あの結構こうピックの交換ってやったりするの、まあ、ピック好きな人はアーティストのピックは欲しいと思います、はい、なので多分憧れの人にやる、そう、ピチキは馬と魚さんがすごい好きだったから、うん、ピックが欲しかった で、うん、でもステージがあるからギターが弾けなかったら困るから自分から持ってきて、はい、交換してみたいな感じになって、でどうなったの、はい、でもすごい
向こうもそんな初めてだったらしくて、うん、ツイッターにアップしてたんですよ。お向こうも、はいはい、また魚が、はい、これもうちも見てちゃんと建築に教えてあるニヤニヤしてました。嬉しかったよね。ピック交換したやつにサインももらってて、うん、で言ったらもうかなり嬉しかったんでしょうね。その勝ち草終わった後に、うん、あの23日のイベント終わったんで、はい、打ち合わせも兼ねてちょっとご飯に行ってたんですよ、うん、で言ったらあのお寿司行ってたんですけど、寿司食べながらその馬と魚さんのピックをテーブルに飾ってるんですよ、ね、テーブルに飾りながらうまいうまい。そんな感じのところもないやろ。おかずや、おかずや、ほんまにこんな感じ。もうずっと俺でうまいうまい食べよって気持ち悪かったです。そんなピック取って例に流したらやれてけって。でその後もバンニクね、四国王さんのバンニクに一緒に出ました。そう、うちらとリムネとあとハゲチキと出たんですけど、まあみんなちょっとトイレ行ったんですよ、その本番前。ハゲチキさんとまあ事務所に残ってるのが私だけだったんですけど、はい、まあ、建築さんが掘り行くときにピックをいちいち見えるところを机の上に置いて見よってよ。何もしたらあかんよ。でも持っていけよ。持っていけよ。写真撮りたかったら撮ってええよって言っても腹立つわと思って。でほんの後ラジオ終わったらそのさっき言ってたツイッターの画面スクショしてまた送ってくるんですよ。あーめんどくさい。何なんですかあのハゲ。ほんまに。いや、嬉しかったんでしょうね。なんか自慢にしてたんでしょうね。喋ってる時もふがふが言ってました。もう興奮して。それって何の人、お笑いの人なの？お笑いの人、ピン芸人です。 R1 準優勝して、準優勝したんですよ、そう、今年の R1 で。歌ネタ王とかにも決勝上がったり。そうそうそう、うん、歌をね、歌ってますね。まあ、大阪では珍しい芸風で、はあ、ちょっとピックアップされてる芸人で、うん、はい、ね、え和牛さんとかも一緒でね、え羨ましい、ほんまに認定漫才師ですよ。はい、そらで、ね、ザ・漫才もね決勝上がってましたから。上がってました。ねえ、ジジとババアには分からんかったんですね。そうですね。やっぱ若い方は次の日聞いたよ、うん、若い方はもうこう撮ってください、写真撮ってくださいとかあったんですけど、うん、まあなるでしょう。もうネタ見てる時もおじいちゃんおばあちゃんはこう笑うんじゃなくてこうやってうなずく。なるほど、なるほどなみたいな感じでうなずくんですよ。分からん、もう分からんようになっていくんだよ。もうだからね、あのちょっと、はい、まあでもね、あのまあ、アナンとかでよくイベントで出させてもらうんですけど、うんうん、本当にね皆さんちゃんと聞いてくれるよな。そうなんですよ。結構徳島そごうとかやったら、はい、あの流れていくんですよ。もちろん聞いてくれる方もいるんですけど、うん、めっちゃ遠くの方で吉祥だけの人とかもおったり、うん、普通にこうチラ見してこう通りすがる方が結構ほとんどなんですけど、うん、アナンの方は結構着席してます。腰据えて見てくれるんですよ。着席してくれてるんで、うん、ありがたいですね。人見知りせんのだろうな。あね、なるほどね。我々もやりやすかったよ、2日目も、うん、めっちゃ楽しくできた。持ち投げの前やったからな。あガッサーやってるけどみんな袋持ってんねん。はよ終われはよ終われ。でもね、それをめっちゃいじったらめっちゃウケるし、うん、みんなやりやすかったよ、うん、いいですね、うん、あれスイーツ食べた？食べれなかったんですよ。スイーツね、あれめっちゃこうあって、まだね別の屋台の奥の方行ったら100円でねちっちゃいスイーツもいっぱい販売してたんですよ。あれめっちゃ買った、10個買ったんですよ。めっちゃ買ってるやろ。あれいいですよね。めっちゃ俺もう甘党やから思わずこう買おう買おう思って食べましたよ、ほんまに。民主党うちらがこの日食べたもんカレーなんですけど、いや別にあの仕出しというかスタッフ専用のカレーみたいなんですけど、あのまあ奥の方に行ったらこうおばちゃんたちが前回のおばちゃんみたいなのをこうついてくれるんですね。うちら行ったんが最後の方やったけん、もう具が全部溶けてなかったんです。具がないカレーだったんですけど、まあこうついてくれて、私は普通に持ってもらったんですけど、長谷川さんがなんか少なめにしてっていう、いやね、ご飯があんまり食べないんで、うち、はいはい、うん、ご飯ちょっとなんかごっならないね。炭水化物だから大きくならん。ほんであのなんか結構やっぱおばちゃんって若いやけ容器食べるやろみたいな感じで勝手に持ってくるじゃないですか、うん、で容器入れてあげるわなって言われたんで、うん、あちょっとで大丈夫ですって言ってちょっとだけついでもらったんですよ、うん、でもちょっとって言っても結構お茶碗半分以上ぐらいはある感じで、うん、普通ぐらいに持ってくれて、うん、で次ルーを持ってもらうときに、うんうん、めちゃスプーン2杯分ぐらいしか入ってなくって、ええ、うん、
違う違うと入れてくれんのもっとと思って感じ触ったやろ。お前の発言がいやいやでも普通にいやいやいやそこはちゃんと笑顔でなんかお疲れ様みたいな感じでついでくれてたんですけど、いけずだったのかもしれない。で桜井さんを見たら普通盛りやったんで、うんうん、もうこれ何この差と思いながらサイズを見てでなんかもうちょっとめっちゃ文句言いながら食べてて、何もなちょっとしか生まれんのみたいな。ちょっと言うだけんちゃう。いやそう間違ったんちゃう。そのルーとルーライスのちょっと勘違いした。でもね、あのご飯のおばさんとルーのおばさんは違うから。ご飯のおばさんとルーのおばさんルーのおばさんは別の人やって、ルーおばさんは一緒に分からんわ。黒人漬けのおばさんはおる。黒人漬けなかったんじゃん。なんかおばさんもストーンのおばさん、ストーンおばさん、ばさんいました。どんなおばさんがおんねん。ストーンおばさんもいました。おばさんいや、スプーンおばさんもいないよ、そんな。アンパンマンとスプーンおばさん。じゃあ俺ね、あの、うん、まあ、うちがついてもらってる時に桜井さんがあのスプーンおばさんに絡まれてて、はい、で何話してるやろうと思って聞いてたら、はい、なんかあんたなんかえらい大きいもんかぶっとったでっていう話をされよって、うんうん、なんことや、なんか可愛かったよみたいな話をしよって、うん、でその時にうちらあのフルーツのかぶり物のネタをやってたんですけど、はいはいはい、それであそのフルーツの話をしようやなと思って、あ見てくれたやな、ありがたいなって思いながら、うん、あの少ないルーを見ながら、うん、こう今言わんで見ながらこう桜井さんの話を聞いてたんですけど、はい、なんかよう聞いとったら、うん、あれ可愛かったよ、ケーキかぶっとったやんなあんたみたいな話になっとって、はいはい、ケーキかぶってないよなっていう話をねずっとしてて、でやったら3日後ぐらいにもうまあ、このおばちゃんもありがとうございますで放置したんですけど、うん、何かわからんかったんで放置かわいそうありがとうございますかぶってましてありがとうございますって言って、うん、ルーの裏にやルーこれで、ね、妹子さんからあ今までかななんか2日後ぐらいに写真が送られてきたのを見たら、はい、あのケーキをかぶってる女の人がおって、はい、いましたいましたその人と桜井さん勘違いされたみたいで、うん、全然関係ないねぎらいの言葉浴びせられとってスイーツのねキャラクターが今ねあったできてるんですよね今、はい、何だったんかあれ スイーミーと言ってスイーミーちゃん、はい、スイーミーちゃんと言ってアランや小松島の方で、うん、あのスイーツなんだっけパラダイスじゃないスイーツパラダイスまあまあパラダイススイーツなんか、はい、のなんか妖精みたいなのがおるんですよ。じゃあスイーツの妖精と間違われてそうそうらしい。そう全然ちゃうけど。おいずっとあんた可愛いおあれ大変だろあれ重たいのになみたいな話をしよってめっちゃ困ってるんですよ。私つけてのダンボールでできてるやつスイーツやのにな。クラクラやったのになって思いながら。おばはんやからざっくり覚えてるんやな。そうだけど、だからもういろいろねちょっとはちゃめちゃな感じで。でも楽しく。本当楽しくやらせてもらいまして。カレーかいいな。カレー。我々なんかうどんと。あいいおにぎり的なあいいなこっちもそっちもよかったなでもその前ぐらいにあのブースレポートで食レポートがあったからそれで腹パンパンなでもね用意してもらったけどもう俺まあでもせっかく用意してくれたから食べようもね、うん、ひっくり言うねこちらは本当あのネタだけやったんで、うん、結構回る時間もあったんですけど、うん、ただやっぱネタをこの先輩の方々を見んとあかんかなっていう感じもあって、はいうん、基本ステージの方にいましたね。あ、おったね。はい。ね、ご飯行く時だけ離れて。楽屋は別々やったんですか。楽屋はうちらないんですよ。あ、なかった。野放しです。マジで。野放しです。じゃあ後ろのテントとかのねステージ後ろのそうそうこっちにあったんですね。しかもねこのテントもねあの。こちら一番最初出演者、ブレイクの次ぐらい、うん、もうほんと初めの方にステージ、うん、ステージは、現場入りしまして、はい、で最初はもう普通に椅子座ってバーっておったんですよ、はい、でだから、まあ、ネタ合わせしなあかんなっていう話になって、うんまあ、トイレとかも行きたいしってことでちょっとテントを離れたんですよ、はい、で次、まあ、何十分か後ぐらいにまた戻ってきたら、はい、吹奏楽部がめちゃめちゃ占領しててほんまにうちら野放しになってもらって入れないですよ中にそうでしかもうちらがあのうちらが自分たちで持ってきた椅子の上に荷物を置かれてるんですよあじゃなくて荷物を置かれとってめっちゃ二人でこうやって固まって、うん
悲しいなって外でえっかってこんな感じでうちらが困ってるのを見て、はい、あのスタッフの人が椅子持ってきてくれたんですよ。 ありがとうございますって言ってこうテントの外にね椅子置いて座っててで、まあ、ちょっとこうまた席テントをまた離れたんですね、はい、で戻ってきたら次長ちゃん運動のおばちゃんたちがおってうちらの椅子出し新しく出した椅子さえも占領されてまして、そうなんですよ。もう何回やってもなんか席取られて多分3回ぐらい出したけど全部取られてたもうフルーツバスケットって言わないあれかぶってつけてるけるしかないねそんな子たちはもううちらはずっと立ってましたで逆に我々が来た時にはもう出番ちょっと多いから、うん、後ろにあるテントで座ってたんよ、うん、なんかオープニングも出なあかん言うし、うん、でそのもうちょいちょいこう出るとこあるから、うん、でまあコンセントとかもあったし、うん、俺もうここでええわ思って、うん、じゃあスタッフさん来て控室の用意してるんで、うん、よかったらそちらの方に、うん、ああ全然いいですよ気にしないでくださいもうここで全然いいんで、うん、いやちょっとあの控室用意してあるんでいやいいですよ全然もうすぐまだこの後も出ないとダメなんで全然いいんですあでもあのよかった控室の方にめっちゃ無理やりどんだけ言ってほしいねんでどうやらまあそこのテントも別の出演者が使うからっていうことだったけどでもそこまで控室いいのになる、ね、確かに移動距離が意外と長かったほんで、そうですね、その控室までのね、うんうん、まあまあいろいろ楽しいね知らん話だったけどオープニングから出ることになってたからそう9時に入ってくださいって書いてあってそう入り時間、ね、9時にイベントスタートやってでオープニング出るとか知らんかったからさ、うん、じゃあこれ俺10分前とかに行くやんか、うん、10分前に来たら係の方があじゃあこの後オープニング出てもらいますってええと思っていや清水も来てへんし、そう俺あの時間ちょうどに、うん、はい、もう9時入りやから9時入りやからほんまに8時55分ぐらいに駐車場着いて、うん、そっから、まあ、ゆっくりと歩きながら、うん、あとまあその駐車場とステージがもう真反対のところに、その道中にめっちゃブースがあったから、うん、でさっきそっちめっちゃいろいろ覗いたよ、うん、混む前にちょっと覗いとこうと思って、うん、うわスイーツあるやんうわ大根あるやんこんにちはーって思ってあっキャンパスボーイでしたねあこのあと喋ったりするんですよ漫才してっていう話をしてて、うん、でまあまあなんだかんだ喋って思ってステージちょうどほんまに9時1分前ぐらいかな、うん、いたら西原が「いやステージマジで?」言うて俺出しで後ろテント行って出しで服着替えてで戻ってねまあステージ終わったで後ろ戻ったら「控室用意してあるんですけどもあいえいえ全然いいですよ」と。この後出るんで控室用意してあるんですけどもずっとそのオープニングであの司会の子がおったんやけど、はい、だからそのなんか台本があんのよ、はい、で、はい、この下りであの西浦さんあのオープニング出てきたら西浦さんはお店どこか回れましたかって今来たばっかりじゃん回れるか今聞かされたんじゃそもそもオープニングもなかなかね、話が行き届いてないところもありますよね邪魔ね邪魔が悪いね邪魔ねが統括したら邪魔ね邪魔ねさんあれですもんね邪魔ねよこっち臭いあれですからね真っ黄色のリュックサックで来ましたからね高校生かと思いましたすごいですよ真っ黄色のリュックスーツに真っ黄色のリュックなんでスーツに真っ黄色やねんめちゃめちゃ面白かったですリュックやめとけよもうじゃあなあカバン持てえいう話ね。まあそんな勝ち癖もあって、ね、イベント的にはそんな感じで、うん、まあラジオも、うん、まあいつも通りやりまして、はいはい、バンリックも出たりとかでしたね、はい、これと個人的なんですけど、はい、さっきコメントあった一つサナピーさんからありましたよ、うん、やりすぎやそんなあそうですね、うん、なんかあのねうち映像を、3本作ってまして今、うん、大学の方であの映像の勉強してて、うん、まず1本目は、はい、色画像マジでなんて作品色下がり長谷川オンデマンド満員電車長谷川オンデマンドもう作らないぞそんな悲しいのはHOD 長谷川でも昔なんか3年ぐらい前に、はい、でも動画撮ったうるさいよお前もう西浦さんのいやらしい動画をなんか作るって話してますけど、はい、いや結構やってたもんないろいろ作ってるよで西浦のなんか気持ち悪い西浦さんの前のマネージャーのキス動画そうホモ
モ動画っていうやつもアップしてるんですけど、それバットめっちゃついてますからね。マジで？めちゃめちゃついてます。YouTube で、YouTube でも自分でもなんでやねんと言いづれいい綺麗しあんなん。西田さんはボンバヘーボンバヘーって歌っと動画と、うん、あと、うん、そんなやってたっけ。それとあとポッキーゲーム新井さんとやってるやつがバッとついてます。だんだんグッとつくやつじゃないでしょ。ほぼ動画ボンバーヘッドはグッともついてます。そういうその動画はイエーイ結構前のやつで、1本目はあの徳島の旅作りネットのゆるキャラ、うん、カーニーズの、はい、ダンス動画を今作ってて、うん、今公開になってるんですけど、うん、それもね、あのキャンパスさん出てもらったり、入れましたね、あの姫と安崎先生も、あ、ここ全員出てくれました。全員出てくれましたね、はい、うん、でカーニーズの動画が、はい、徳島東部12市町村 の、うん、この市長、町長、副町長、村長さんも一緒に踊って、うん、町長いい感じに皆さん踊っていただいて、いい感じだったよ、いい感じ、町長いい感じいただいて、これで一本の作品ができて、うん、これが今観光ステーションで流れたりとか、すごい、観光ステーションで流れたり、じゃあそこの下行ったら見れんやん。見れます、マジで。これとか、あと普通 YouTube で検索してもらっても出ますし、うん、あと特進の勇敢にも載せてもらいまして、うん、はい、それの動画があるっていうのと、うん、あともう一個は、交通安全の動画があって、うん、はい、で俺も陽子さんはちょっと、はい、出てます。すごいな。出てます。四国大学の学生が、あの県警から依頼があって、交通安全の CM を作ってくれみたいなのがあって、ほいほい、でそれ陽子さんの曲、あ、ケンチキ P が曲作りましたよ。ケンチキさん曲作って、こう映像があったり、ハネられるウェブでね、ハネられるウェブ、今度使ってくださいよ、もうハネられるウェブ、ハネられるウェブ、こんな生き方したらハネられるぞって言うから、また安い、もしくは信号客でもいいから全然。すごいな、役が。それで、うちこの3年生がやってて、うち4年なんで、はい、まあ、関係はなかったんですけど、うん、出演だけしてまして、はい、あの小学生役で出たっていう。ほんま、ぴったりやん。ぴったりやん。ぴったり、なんか黄色の帽子をかぶって。役作りせんでええやん。そのままで。いや、でも、まあ、さすがにね、パッと見分かるように黄色の帽子もちゃんと買って、はいはい、うん、出たりとか、うん、あと、なんかそれとは別で、うん、後輩が頑張ってるから、なんかうちも作りたいなと思って、桜井さんと一緒に自転車のマナーの動画、30秒の動画も作ってまして、こういう、姫に見せてあげたい。自転車マナー知らんから。俺はもうあのスマホをしながらチャリ漕いだらダメですよとかっていう、2人乗るのもダメですよみたいな、それをね全部詰め込みまして、俺もあの楽曲建築 P さんがあの提供してくれて、その動画も今コンテストに出してます。すごいな、はい、これは今見れるん？今見れます。四国コンテンツ映像フェスタ2014、はい、四国コンテンツ映像フェスタ2014だったかな、うん、で去年ね伊勢海老駅長でね特別賞取ったやつです。そうです、そうです。あれか、あれと同じ賞で、はい、ふざけたやつをちょっと今出してるんですけど、この四国コンテンツの中でその妹子さんが出てる交通安全のやつとか後輩が作ったやつも全部見れるんで、うん、はい、よかったらあの投票とかもできるんで投票しといてください。なんか星を入れるやつですかね。そうです、そうです。バットはないんですよ。星1かあの星5つかどっちかを押してもらうと1票入るっていうシステムで、うん、よかったら検索してみてください、はい、でその結果が出るのが確か2月とかそんな感じですね。はい、去年も特別賞取ったんで今年何もなかったら悲しいなって思いながら、まあ、俺と新井くんの営みは営みはさすがにあれはちょっと無理でしょ。遅刻感まずないし。確かに事故っちゃ事故やで。確かにちょっとあれはね出そうと思ったら出せないですけど、うん、でですね、あと最後3本目なんですけど、はい、つい作ってる。はい、すいません、ごっつい作ってる。ごっつい感じ。ごっつい作ってます。ごっつい感じがどうですか。コメントにも書いてくださってたみたいですけど、はい、サナピーさん、うん、愛して徳島大賞 の、あれで、どれやん。
あれがどれなんこうやって大賞取りました。あんたが大賞、あんたが大賞、あんたが大賞。多分ほとんど伝わってないよ。とりあえずなんか大賞は取ったやなって大賞愛して徳島大賞で、妹子さんの楽曲徳島ってほんまになんもないんかなっていう楽曲を使用しまして、徳島各地行って観光 PR の映像を作ったら、109作品の応募の中から、今まで最高作品、最高最高作品ずっと言わな監督や絶対そこは決まらんやん、最高なに愛して徳島大賞今まで4回開催されてて、はい、その4回の中で一番応募総数が多かったんですけど、あ今回多かったやん、はい、109作品の中から見事、大賞に選ばれました。よいしょ、あんたが大賞、あんたが大賞。懐かしい響きが。これはなんか1位とかそういうことなの？1位です。おお、ありがとうございます。あんたが大賞、あんたが大賞、大将ちょっとやるかどうか迷ってみんな飽きてるよね。はい、俺でね、これもちょっといろいろエピソードは、そうです、これキャンパスボーイやね、ほんまに亀太郎さん、亀次郎さんもスイーツマッスルさん、フランキッドさんもいろんな人に、ね、出てもらって、はい、いろんなとこにも行きましたよ。もうナルトの渦潮行ったりも、うん、みんなのおかげやないか。お前自分が取った方に言うな。一応代表で取ります。本当にね、あの、はい、ケンチキさんがあの楽曲もそれ専用に直してくれたりとか、はい、うん、あとケンチキさんがカメラ回してる部分もあるんですよ。マルシェでね、ケンチキがカメラ回してたりしてるんで、ちょうど編集はうちが全部やったんですけど、はい、でね、あの、一応大賞以外にもなんちゃら賞とか頑張りましょうとか、頑張りましょうはひどい、頑張りましょうはひどい、シャレにかけたやつあるなんか奨励賞とかいろいろ何個かあって、多分その大賞は2作品まで、あの選ばれるやったんですけど、まあ今回はうちのやつ1個で、その次のやつがいい徳島財団なんちゃら賞みたいなのが4作品かなあったかな、はい、この中でめちゃめちゃそのいろいろ作品を見てたら、特大の子が作ってるやつがうちの作った作品とめちゃめちゃ被ってて、本当にあの人物がおらんだけで背景とかめちゃめちゃ一緒やったんですよ。そう、カズラ橋とかナルトの渦潮とか船乗ってるのとかめっちゃ一緒で、めっちゃ一緒で、楽曲がおんで、あの楽曲もあの徳島の歌を歌ってるやつやって、うん、それ私は徳島ってほんまになんもないんかなっていうこの曲をハセッチが使ってくれたんですけど、はい、この曲はちょうど3年前に徳島の歌というコンテストのがあって、それに応募して予選落ちした曲なんですよ。それが何度も映像使ってね大賞取れたんですけど、この2位の方のが、ここにしかない徳島といってサザンカの弥生ちゃんが作った曲で、このここにしかない徳島が徳島の歌の優勝だったんですよ、はい、そう、それが反対になったんですよ。そう、ざまあ見ろざまあ見ろ。でもね、本当にあの、すごい今回そういうエピソードも生まれたんで、めちゃめちゃ嬉しいですね。昨日の夜見ました。ありがとうございます。これはなんで調べたら出てくるの？YouTube とか ICT で出てくるのかな。 ICT 徳島とかでも出るし、 Facebook でもその愛して徳島大賞のページがあったりするんで、はい、あれですね、なんか貼ってくれてるかな、もしかしたらアルデオさんあったりもね、貼ってくれそうですナイスアルデオさん。まあ、それまあ見れると思うので、はい、1月21日にその表彰式がありまして、うん、カモーンから、あら、おー、カモーン、カモーンから、カモーン、カモーン、カモーンさん、カモーンさんから表彰もらって、大賞だけそのあの何ですか、スピーチみたいなのがあって、うん、これで喋ります。スピーチするの？スピーチします。偉そうに、ボケろよ。でもあれね、前行ったらあの挨拶した時マイクにこっつんだよ。ベタなやつや、これベタ。あっちも行きますね、ハセチと漫才します。しない、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 せえへん、せえへん、めっちゃ真面目やから。カモンいますから、カモン。はい、おー、すごい、いろいろね、エピソードも生まれつつの大賞でした。おー、ええ年やん。ここですね、最高やん。そうです、大賞取りました。
うっす、うっす、うっす、ありがとうっす、ね、新聞にも、ね、あ、そうそうそう、長官にも長官にも載ったんですけど、はい、普通にあの四国大学長谷川さんが大賞受賞しましたって言って、はい、うん、これ見出しでめちゃめちゃドーンって思って、はいはい、で本文を見ていったら、うん、長谷川さんが作った作品がどんな感じのやつでっていう説明があったんですけど、はい、あの作品中では、うん、陽気な女性が陽気な女性でーす陽気な女性って書かれてて、石焼きもこの PV とは書かれずに、うん、陽気な女性が徳島県内歩いてるって書いてる陽気でーす。なんか新聞だけ見たらさ、ふざけた映像やねみたいな変な人ごとみたいな。そうなんですよ、だからね、うん、これから陽気な女性で行こうと思います。行けよ。確かに陽気ですけど、ね、陽気なことには越したことないよ。何ですかね、名前変えてくれないんですかね。まあ、多分1月の21日にはさすがに出るでしょう、名前は。ねえ、だから長谷川から発信をする、はい、そうですね、はい、はい、していったらよかもしれませんね、はい、それを舞台上で言うんやろ陽気な女性って書かれて、陽気な陽気な女性なんですか。あ、ちょっと待ってくださいよ、ドッカーン。そんな感じじゃないですよ、多分チヒツコめっちゃノリいい、楽しいないけるね。あ、でもそうやっていろいろ活動が多かって、はい、ありましたね。で、ほんじゃもうセカンドストーリーの締めはどれぐらいなん、まあね、同じ仕事納め、まあ、12月31日で仕事というか、うん、はい、まあ、あの新町カウントダウンですね、うんうん、うちらはあのラーメン、私がラーメン早食いに出まして、お、出るんや、その MC をキャバさんもね、ほら、まあ我々もね、出ようかなと、おなごには負けんぞで、去年は司会やってたね、初めてやろ、ラーメン早食い、だから桜井ちゃん出んの。そうなんですよ。いや、これ気をつけた方がいいよ。俺もうここめっちゃ焼けたもん、口の中。口の中焼けるんですか。うわー言ったら、あーずーベロ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 。あれ、ちゃんと作っとるぞ。しっかりね。熱々、しっかり。ちゃんと、うまいぞ、ちゃんと。味わえるの、味わえる。ちょっとボケようかな思ったけど、食べ物やからちゃんと食べよう思って、俺もう必死でやったけども、ただただ、あの負けるっていうめっちゃ早いですよね、みんな早い、早いわ、早いわ、前年チャンピオンに確か負けたんだから俺、でもよく噛んで食べると太るのにねこんなん言うてる場合じゃないですよ、うん、まあ、それでうちら、私が出て長谷川さんが MC、はい、司会します。で、多分ランドマンターさんのどっちかと、久保さんですね、久保さんと MC で、はい、で、うちらとキャンパスさんが、はい、出場という、はい、なるほど、チラチラこうカウントダウンで出るっていうのが最後ですね。そうですね、はい、で、ゲーム大会もあるんですけど、うん、これに長谷川さんと清水さんが今出ることになってます。なんか他の方ももしかしたらランドマンターのどっちかも出るだろうしみたいな、ちょっとなんかまだね、もうちょっと固まってないですよ、学生会に。学生のね、あの学生クオリティで頑張ってますね。ゲームする、はい、え、俺もう全然知らん、みんな知らんから決まってからでいいよ、俺はそうや、今からね、やっぱナイス、まあ、とりあえず、ね、カウントダウン見に来てっていうことだよね。見に来て、ね、はい、ちょろまかしてます。あ、お願いします。ちょろまかしてる、ちょろまかしてる、ちょろまかしてはない、ちょろまかしてはない、雪降るからね、みんなめっちゃ寒いから、そう、暑がいかったし、でもいただきたいと思います、はい、まあ、それぐらいかな。そうですね、はい、年明けの、はい、仕事始めは1月3日先ほど言いました、一緒にアフリカと4日、うん、はい、に、ね、アスティの落語会、新春落語会ありまして、うん、で桂七九さんと出させていただくんですけど、はい、そちらが、ね、1時からですね、はい、こちらもあります、はい、来てください、入場無料です。七九さんってあるね、はい、すごいな、怖いな、なんかガチガチ、どんな感じなんやろ、入場無料、無料です、無料です。あら、面白そう、でも。はい。ぜひ来てください。ね、はい。というわけで、じゃあセカンドストーリーでございました。ありがとうございました。よく喋ったから、キャラメルコーンでもお食べ。キャラメルコーン、ちょっと欲しい、欲しい。うちは、なんか、うちはポテチ。あ、私もポテチ欲しい。うちはポテチ。なんか、アシカショーみたいな。よく喋るじゃないんだけど。エサ。エサあげるみたいな。キャラメル。じゃあ、せっかくやったらね、小川姫真ん中で。キャラメル。じゃあ、先生、こっち座ります。はい。ねえ、あのさっき私が取ったっていうのは、ま、なの私が取られたっていうの、いきなり何、あの取ったっていう、今
何を取った？何を取った？受賞取った、ね。賞あ、さっきの話。賞っていう賞をつけてね。私は昨日なんと。昨日なんと。女子会の帰りに。はい、女子会の帰りに。自転車を取られちゃって。取られた違いやろ。取られた違い。え、鍵が閉めてたの？鍵がなかった。あんた失った方や。鍵が、ね、壊されたんや。壊さ。いや、鍵がもともとなかったの。鍵つけてなかったから。それ取られるかな。でもまさか取られる。思わなかった、いっぱいあったから、うん、でも、と、と思って探す探すしても結局なかった、取られた側なんですよ、知らなかったよ取られた取ったやつだったな、俺もう何やったの今何がほんで、あとはですね何だったかな、何あ、終わり自転車の話終わり自転車の話終わりだけど仕事の話してくれ仕事の話してくれ私、うん、ちょっとあセカストさん の、 あの、うん、ラジオ出させてもらったんですけど、ああえ、そうだ、聞いてもらいました、で、その後にキャンパスの、うん、キャンパスのお二人のライブも行かせてもらったんやけど、はいはいはい、直樹に物申す、あら、おお、何何何エコシロさん物申せ物申せ、あのね、はい、誰でしょう、あのスクリーンのところであったでしょ、ある時に、うん、あ、え、映像の時、ああ、わかった、つなぎの映像ね、ストリートやったでしょ、ストリートやったよ、ストリートの辛さがどんなものか骨身に染みたでしょというか、私のことをやる、あ、お前よりすごいなってずっと思ったと思うんだけど、どう思った感想を述べよ、西浦君、感想を述べよ、めっちゃ素通りされて、うん、違うや違う、俺は助走してたから恥ずかしくてあこにはおられんかったけどまだ俺まだ違うやん、あれは違う、あの辛さはでもやっぱりでもストリートのね、ストリートやっぱ凄さですよね、通りすがられても、うん、ひたすら歌って踊ってしなきゃいけないあの辛さに、うん、確かに風の音は聞こえたよ、キャンパスで気がついても、うん、あの一応写真はあの写メは撮ってくれてたけど、うん、歌もちょっと聴いただけでパッて帰った学生さんが何人かいて、あおったな、ずっと聴いてくれた人ってまあいなかったね、いやあれだって、まあ、映像は声は入ってんからあれやけど、あの俺何回も帰らんといて帰らんといてって言ったもんだから向こうから自らじっとずっと見ようとしてくれた人はいなかったでしょ、うん、っていうことさ、あの天下のキャンパスボーイでも、はい、片割れでもね、はい、だから名前言って、名前言って、ストリートで歌うのは大変だよと、西浦でもこの3年間続けたおがひめってすごいしょっていうことなんですよ、たたえるおがひめ西浦おがひめを、だからだからなんかアイドルとか言うなっていうこと物申すはい、分かった、はい、アイドル受け止めた、しかもそれで簡単にはいでも終わらせたこれでいいよ、すごい分かったよ、お前心が持てるのかって思ったよ、したらなかったそれと、それと、何、私、はい、高橋みなみは違うわ来年12月をもって、はい、卒業いたします、やった、何から US からやったーやったやめろ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 しまえよお前私はちょっともう居場所がなくなっちゃったんですよね、それでちょっとあの、はい、恋愛問題も直行のせいでいろんなことがありまして、今回でね、あの、辞めることになっちゃったんですけど、ファンの皆さん、あと1年ありますから、あの、なんかね、優しく、温かく見守ってください。ということで、CD を私、なんと出したんですよ。急に、急に何それは。すっとこの話になれよ。これです。あ、すごい。ほんまなんやん、それは。これです。マジョやん。マジョの笑い方やん。第3弾、何ていうタイトル教えて、これはですね、河野凛ちゃん作詞のピュア、私そのもの純粋っていう詩なあの、ね、曲ですね、はい、で、私スコットランド人だけどピュア、わかる、スコットランド人って聞いたよ、バスタン入れてきたんじゃないですか、ジュースさんが作曲してくれたので、はい、びっくりした、なんで今の話でスコットランド人が出てくるか、だからツーさんがしてくれ
曲を、ね、作ってくれたマッサンのパクリね強さないですもんいやマッサン見てへんからなまあストーリーわかるけどその見立ててるやんエリーがねエリーが私のねキャラプルじゃないかだから高橋みなみとか呼ぶしほんで先生に先生しゃべってわからないよもうピュア発表したんですよねどこ行ったっけピュア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 なんとなんとなんとジャケットお開いたで見て見てくださいこれ CD にもプリントしてるプリントされてるとってもねはいとってもすがすがしいでしょすがすがしいすがすがしい本当にピュアって感じだね海で撮ってるどこの海これはこれは確か川だと思うんですよそれで、私の思いを込めて歌なので、ダイブとか言うの。始まったね。語ってるけど。ちょっと聞かせない、ちょっと。もうそれは前から知ってる。ほんで、ウイスキー。うるさいわ。ギター聞かせてんや。全然聞かせない聞いてる話聞かせろ言うてんねん特に私が歌うのじゃあ出すなやもうこの話すんなやなんで急に私静かにしなさいよわかったよバトルミュージアムでメモさんをしますね。バトルミュージアムで12月10日に作り詳細は青森大会でピーターパンリクバンさんのジュースの一人として使われてそれそこで歌わせてもらいました。それでダッシュには国の手腕にはですねコースの方進出というセンターで歌って、はいそれから、お分かり？そういうことがありました。どういうことやねん。俺、だからピーターパン劇団の人たちにスピリットで当てたらスカウトされて。じゃないよ。全然違う。本で。なんで怒られた？セカンドストーリーよう読んだな。ラジオに。今できたな。普通にその時はね、この曲も流したやつですよね。え、違ったっけ？流しましたよ。流しました。がっつり告知しに来ましたよ。本当に作りたてた。頭持ったやろ。それはライブで発表ライブで歌った時のものを。そうですそうです。ライブバージョン、ライブバージョン、うちらのことわかりますか。まずそこやな、まずそこからやわ。それで点灯式がそごうのあったので、うん、そうやね。それにもさっきね、いもこちゃんとはすちゃんが司会してくださったのに、うん、私二曲歌わせてもらった。うん、そうやね。そうそうそう。それとあとは何だったっけ？何がありましたっけ？ね、あとイベントとかライブとか出た。うんのかな、そんなにかなかな。よくやるからね。ピーターパン言ったね。はい、そういう感じです。どういう感じやね。どういう感じやね。出そうとしたのに。吉野町でののちゃんのファミリーライブにも。ののちゃんっていう有名な生徒さんがいるんですよ。ピアノの上手い。その方のあれにも呼んでいただいたりして、いろんな司法試験の。司法試験。司法試験そんな試験場でやったの？だからやるね。趣旨、いろんなところでやったという意味。趣旨、司法試験って言った。何なの？いろんなところでやることをなんて言うんだったっけ？どうするした？いろんな場所でいろんなことをやることを趣旨、修行だでした。そんな難しいことを出さないでいいじゃん。いろんなところで。はい、で、やりましたので、そういうことです。これと来年は、年末はもうないのかな、マネージャー。年末はあれどうなん、急に女優舞台がどうなん、桃井香織、どうなん、沢尻
沢尻どうなん？沢尻俺が言ったら沢尻どうなんて言ったら沢尻さんになるからさ、 A ちゃんタイプかもしれないですよ。エリカなんだけど、エリカなんだけど、どうなん？で31日にあのシュウちゃんのしっかりして。いやお前ら聞け聞け。何があるんですか？ね、だから言ってるでしょ。シュウちゃん の、 あの年末カウントダウンイベント。ん知らん。別に別に出た。マジでいいか。それかいな。それだからそこに行くんでしょ。あ、掘りに出るんですか。全然把握できない。把握しないってことだけ大物っぽいやん。さすが、これビッグなりがほんまにおがいいから。ほんで、うん、ほんで来年はなんかある上からやな、偉い。だってマネージャーなんだ。あの、ベストアルバムを。おおいいかな。新町越したやん。すげえ。アクアズコスタやん。ベイビーロールズコスタやん。ザマメロってな。だってシングル第3弾やね、これ。私だって絶対新作ないんだけど、チェスカのにはがっつり言ってるっていう噂が入ってたの。いつの時の？ポッポガイの。いつの？ポッポガイのなんかあったでしょ？あの時の？ポッポガイにこの間ね、何週間か前にライブあったでしょ？僕言ってませんよ。だってね。あのシムちゃんがジェスカの見に来るっていう噂を私聞きつけたのね。あ、一応でもクリスマスになんかね、うん、クリスマスでポッポガイのイベントあると、別にジェスカ出るから見に行くって言ったけど、俺イベントあったからアナおったから行ってんかな、うん、じゃあ違うの、行かなかったの。だって俺らも見よったやん、ジェスカでもおらんかったやん。怖えよこいつ、怖えよ。そういった人がいたの、絶対清水君が来るよって言って、うん、あ、ほんまに、うん、あ、多分全然俺言うてるだけやからな、基本。で、あれはそういう問題だけど、そのこのファミリーの中に、うん、だけど来てなかったやんか。あったら俺声かけるしかないと思う。でも私のライブは絶対来ないのね、うん、特に。俺ほとんど行ってるよ。でも俺めっちゃ行ってるやん。そうだったっけ。俺めっちゃ行ってるし、うん、僕は姫劇場も来てくれる、行ってるやん、ほとんど行ってるよ。来てたのかね。やばいよ、失礼。やばいよ。でも俺フランチェスカおるから、フランチェスカ見に行くわ、ほんまに。フランチェスカ見に行くわ、ほんじゃもう。今気をつけときや、CD 追い抜いたら上から来んねん。今このアルバムシングル数抜いたらもう妹子ちゃんにも買ってるで来るから。いや、販売枚数の目標は20枚やから。20枚え、これ 1枚かいくらな。あ、1枚500円です。500円カップリングもあるよね。おがひめ T シャツが1700円です。で、売ってると。でこれを買ってくれた人にはおとバッチがまだあるので、おあ、そう、バッチいや、出せないよ。きれいきれい。バッチこれです。あ、どんなバッチこれです。あ、すごい、大貝姫と。おバッチ。バッチ。バッチよ。バッチ。大貝姫バッチです。ちょっとマネージャーこっち来て。はい。すいません。誰から相手されなくなれんですか、やって。唯一の理解者だぞ。だから T シャツと、うん、CD とバッジをセットで2000円です。やばいやん。なんかお得や。お得お得。でもまだワンセットしか生まれてません。おたけね。みんなが買うてくれるよ。うん、買ってね。買って。はい、あら。ということで、はい。おがひめコーナーは終わりです。おがひめコーナー終わった。そうなんで、おがひめも年末までじゃああるんやね、カウントダウン。うん、ある、うん、思う。今あるって言ったでしょ。しゅうちゃんのそのカウントダウンイベントはこうまた一般の人でも見れるんですか、それ。ね、普通に、宴会みたいなことをするという。あー、なるほど。宴会な。こうやってさすがですわ。姉さんおもろいっすわ。さすが姉さんっすわ。姉さんとか言わんといて、おくんなまし。おくんなまし。おいらん入った。確か3500円で、
飲み放題付きのビュッフェ形式で、あのカラオケ祭典で赤白に分かれて歌合戦、紅白歌合戦まで、そうそうそう、もちろん大神は白に入るわけね、赤ちゃんは赤ちゃんは赤入れて三河さんあ、俺三河を研究だおか、心真っ白だから白、どういう私は似てない、それ似てなかった似てなかったね、小川三河健一のものまね、三河健一いいえ私は今こうやっとこう、いいえ私はお前や、ものすごいお前やった見せようとせや、カラオケちゃうねんからいやいやいや、でも、ね、いろいろお仕事いっぱいでございますね、よかったね、はい、いやよかったということでね、はい、おがきのコーナー終わるから、ね、みんな、だね、来年ね、もっと 声出さない、聞こえてるかみんなじゃ、ね、終わりましたはきれも終わるありがとうございました。いやな、せーのでほらせーの、何合わせようとしたんや、ありがとうございました、あっち行け、どうしようか、まあ、じゃあ戻って、いや久しぶりに林やってパンパさんがしたすごい、いや楽しかった、いやまあでもみんなどうです、来年的にはこんなことしたいっていう目標ってあります、妹子さん。そうですね、今年はね、あの夢叶ったんですよ、みんなびっくりさせるということをね、お、そんなあったっけ、はい、あの痩せたから、それはだって、違う違う、痩せてますもんね、痩せるという、はい、うん、アーティストとしてびっくりさせてもらわんと、そうですか、うん、ええー、こと言いますな、いや俺正しいこと言うだぞ、はい、うちのお母さんがね、はい、妹子さんと桜井ちゃんが痩せてめっちゃ可愛いなって美人やって、ずっとよっしゃよっしゃめっちゃ言うてるよ、そう、はい、前まではブスやったんですね、ブスだったね前も可愛かったけど、さらに可愛くなったよって、ありがとうございます、ありがとうございます、あのね、キャンパスさんのおかげで、あの BS のケンイチにも出れてね、さらに出たな、どうもありがとうございます、全国ですよ、お世話になりました、ありがとうございます、はい、来年もね、うん、こんなテレビがあったらいいなという目標は、はい、ありますね、はい、はい、なるほど、何かでね、テレビ出ると、テレビ出たいです、はい、以上です、なるほど、はい、来年は全国、全国、さらに、ね、また全国行きたい、無理や、あっちゃ、セカンドストーリーは来年は、単独ライブをやりたいなと思ってます、ええやん、音響すんねん、照明でもあらこいや、いつも手伝ってくれてるし、うん、いよいよバラードが聴けるか、いやいや、前説すんねん、どうもだからそっちがメインみたいな、あっちゃじゃあ前説はなんでやん、ここに前説でいく、姫は前説、いや嫌がってるやん、フォロー仕事はせえへん、いや意味分かってよ、前説の意味、はい、眠そうだよ、大丈夫、仕事終わったもんな、もう喋ったもんな、もう、あ、じゃあ単独ライブちょっとまだ細かい設定とか、卒業したら女子大生が取れるわけ、そうなんですよ、今年取っ払ってから単独ライブをちょっとやりたいなと思ってまして、じゃあ4月、はい、新のお笑い、そうです、そうです、新のお笑い、新のあの間の方です、だからこの多分まあいつかわかんないですけど、まあ春ぐらい、ほわっとゴールデンウィークが一番怖いかな、でもどうしようかな、まあいっかみたいな、いや、やらへんのかい、やれや、またそのぐらいもやろうと思いますので、じゃあその日と同じ日に我々もライブやりましょう、やめて、行くじゃない、やめて、やめて、ゆうくんほんま手伝うし、ありがとうございます、この公園を借りるやん、悲しい、奥内でやりたいですね、ねえ、大がゆめなんかある、来年は、あー、私もあー、なんで感じた、私もテレビに出たい、5時から出たいです、5時からか、まず5時から、うん、ちゃんとゲストとして出たいってことね、はい、ぜひ、あ、スタジオ行きたいってねえ、はい、スタジオじゃないわ、え、だってスタジオやろ、スタジオじゃない、スタジオじゃない、見学じゃねえわそういう意味じゃなくてスタジオゲストっていう意味だったんやけど、ごめん、それは西野が悪いわ、ごめん、ちょっともうとりあえず殺すぞ、ごめん、とりあえず西野謝っとき、どつこと、ごめん、え、ごめん、ごめん、しばくと、ごめんごめんな、ごめん、ごめん、ごめん、いや、そっちに笑ってるどういうこと、もう
今度新年明けたら福笑い俺小姫ですよ。カスカスパパパってやるわ俺もね、笑い袋の。そうそうそう。いいかもしれない。久々にね小姫劇場もね。はいはい、ああなるほどね。いいなと。はい、先生は何かあります？自分もね単独ライブができたらなと、はい、先生もねイベントができたらと、はい、なるほど。で US としては4月の5日にそごうの2階のステージで、はい、合同ライブがあります。で4月の12日には、自分の知り合いというかね仲良くさせてもらってるフォーク系の人を集めて、はい、そこの2階でフォークジャンボリーのようなことをおーすごいやります。もう活発的に、はい、で5月だいぶ先の話ばっかしですけど、はいはい、5月の19日あで 5月の17でしたか。おーだいぶ先ですね。17でしたか、あれ、はい、よちょっと待って、ね、5月が出てこない、出てきた、あ5月の17日が、はい、春の発表ライブです。ああなるほど、はい、やるということなので、はい、ねえ来年も楽しみでございます。ミシェル、あ来年の抱負ですか。はい、いや木綿から絹にしようかなと思って。豆腐や、はい、早い早いな、なるほど。はい、木綿から絹です。抱負の方もね、抱負の方もそうだね、ガチの方もそうだね。木綿から絹にしたいなと、あ、ちょっと高いから絹の方が。なるほど。パンツですか。えパンツの話してる。あの豆腐あパンツもね絹にできたらええけど、なんでもシルクにできたらシルク、まだ商品だから、お金儲けてるってことやから、あ、まあ、シルクにできたらええかな、肌触りも良くなるのかなと。シルクにします。シルク兄さんになります。いや、ややこしいな、それはそれで、はい、まあ、僕もね、イベントもっとやりたいなっていうことなんで、まだなんかこう、ね、セガストーともね、ね言うてるのがこう、2組でやったりとか、対バンや、対バン、対バン、バンドで言うところも、対バンや、ね、もう考えてますので、入れてもらおうか、お、対バンや、対バンや、キャンパライブを、こうやるみたいな。あ、でもね、そういうのもやってみたいですよね、ほんまに。地下闘技場作りますか、じゃあ。何やねん、誰が戦うねんか。ねえ、まあそういうのをちょっと考えながら来年はやっていきたいと思います。ねえ、ちょっとじゃあコメント読んで、ちょうど1時間半ぐらいになりましたけども、長いことやってるな。やりましたね、みんな飽きてるで多分。いやそんなことないっしょ。コメントちょっと読んでいきましょうか。よいしょ、こらーようけ来てるんちゃいます。ねえ、いろいろと、はい、お溜まってるかと思います。見てくれた人ありがとうございます。ありがとうね。ああ、ちゃんとごしもだ。よいしょ。回っちゃうよね、でもこんな椅子あったら。回っちゃってますね。うん、ね、はい、この辺りからかな。あ、で、サナピーさんが、長谷川さん大賞おめでとうございます。何の話や。大賞取ったんか。あの映像、昨日からめっちゃ見ましたと。ありがとうございます。いやらしい。色動画の方やね。落花生1個ずつ配るのかいと。まとめてね、貴重な落花生もらいましたよ。落花生、もう一回上がろうかな。ちびこ軍団てーって。ちびこ、ね、えいなちゃんもキャンパンはーと、めっちゃ楽しそうですねーと。楽しいぞみかんのえりなちゃん、みかんの、サラピーさんからの皆さんへの質問、今年一番嬉しかったことは何ですかと。はい、私やっぱキャンパスボーイのおかげで、はい、BS 研一に出れて、や山ちゃんと川島さんに、はいはい、いじられたことですね。あ、これがやっぱり一番、はい、今年一番、はい、嬉しかったことです。セカストありますか。やっぱ命あることですか。いやすごいな俺、でかいな。俺が一番です。 NHK だこれは。ドキュメンタリー、うん、ねえ、大貝姫は、玉木浩二のライブに来たんちゃうよ。嬉しそうやな、でもそれ、な嬉しい。先生あります。CD ね、あの今年中に作れたことです。なるほど、大貝姫思いやな、ほんまに。いや、リリちゃんに塩もらったのが1年半前だったんで。あー、そっからもうやっとできた、やっとこさ。なるほど、西田は世界の終わりのライブに行けたこと。それかい。
そっちかい、仕事じゃなくてかい、あ、猫ひろしさんに会えたことかな。いや、ほんまにほんまに、この前これ笑う、今のはボケじゃないぞ。と森脇健児さんに会えたボケるのに聞こえるわ、それが。ボケじゃないよ、ように失礼やろ、ように聞こえてちゃう、失礼やろ、それはだって猫ひろしさんと森脇健児さん。いやもう違うよ、ほんまに、あのマラソンが好きで憧れてたからさ。なるほどね、嬉しいやん、うわ、嬉しいじゃないですか、ね、夢叶いました、やめますもん。いやいや、はい、さ、サナピーさん、妹子さんアピカに来るんですかと。はい、行きます。近くなので見に行きます。マジですか、お願いします。1月3日こちらもいますよ。はい、そうですよ、1時と3時でございます。オロン会議。アウラさんが軽トラ1ミスター X めっちゃ笑ってしまったと。でそれも動画ね撮ってくれてて、YouTube にアップしてると。ミスター X？ ミスター X、 はい、100円のスイーツ私も食べましたと。あ、みんな食べたね、ケーキね。はい、黒サスケさんもね入ってきてくれました。ヤノックも入ってますね。お久しぶり。はい、高校3年生か2年生ですか。あ、そうなんか、中学校の時から見てもう長いよ。気になったな、お見らね。見てないけど知らんけど。彼女できたか、彼女、ねえ気になりますけども。ハセちゃんエロ動画撮ったんやと。撮ってない撮ってない彼そこ気になってるんや、みんな。いつか撮りたいよ、お年頃。いつか本人出演で。でちゃんとアーシー幼稚園児のやつもね、ほらこれ載せてくれてますね。あー、あれフォーカス徳島載ってるからね。やっぱりあの小学生は長谷川さんだったんですねと。はい、ドッペルゲンガーじゃなくてよかったと。そうです、なんか長谷川に似てる人が小学生役やってるってすごい噂になってて、あれうちじゃないと思うんですけどねっていう話をしてたんですけど、あれは私です。テレビ映りましたね。はい。はい、すいません。このみかんは昨日の愛媛のみかんでございまして、もうマドンナみかん、マドンナっていう品種らしいよ。はあ、これいや一個一個がめっちゃ高いよこれ。だから一個しかもらってないんで、これはちょっとあげれないんですけども、はあ、こうええやつらしいんですよ。モスタさんからこういただきました。一応マドンナってね。はい。鬼嫁さんもポッポ街のクリスマス清水くん来てないですよと。書いてくれておりますよ。大晦日行きたいなと。かん。なんでやねん。キャンパスとセカストが同じ日に単独。じゃあセカスト見に行こうと。で。おやろ。やろ。やろババ。エイナちゃんがセカストさんの単独ライブ行きたいと。やろ。ガキ。ねえ。するならばどのあたり、やっぱり市内で僕らがやってるとこと一緒。どうだろう、バッシングするか、シビックセンターで200集めるか。いやでもね、そこは一番有力かなと。ねえ、まあ近いしね、生意気な。だって最初で最後やもん。それは知らんけど。最後ね、寺で、寺でやれ。チケット料金落語会みたいな、中区さんみたいな、寺でやれ、七分さんみたいなやれ。矢野くんが高3ですと、彼女いないです。おらへん、ということでねえ、こうやっていろいろコメントもいただきました。チャットの方もなんかあんのかな、どうなんやろうか。チャットはいきますね。まあそんな感じでコメントもいただきましたよと。まあちょっと年内もうみんな出るのはこれが最後なんかな。そうですね。ねえ、まだ新年明けてからはまたお願いしたいと思いますが、お願いします。まだみんなの活動はブログなど見てください。頑張りなさい。頑張ります。頑張りなさい。はい、頑張ります。天から見守ってるよ。いつ死んだ。頑張りだな。いつ死んだ。死んだ。さあ、そうやね、診断は生々しい、具体的に出ていいじゃん。どうしましょうか、そろそろ終わりますか。そうですね、はい、もう終わった方がね。ということでやってきました、はい、ね、年末、年末だよ、全員集合ということで。そうですね、ケース電気みたいですね。まだまだ、こういうねイベントやっていきたいと思いますので、また皆さん、はい、楽しんでみてください。で明日が西原一人配信でちょっとありますので、お願いします。ではでは、はい、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました、本当に。あ、まだそれぞれのことをお楽しみに。はい、ではみんな見える位置に行けるかな。はい、私もこうする、ね、
足が先生が映らへんもん。西原がでかすぎ、前、まあ、行きすぎ。ああ、家のこたつ切ったかな。いやいや、どのタイミングのもん。あ、せち顔映ってない。でかいな。でかい。いや、手伸ばしても見えへんからな。妹子殺し、耳が邪魔や。妹子殺し。さあ、でちょっとタイムラグまだグー追いついたら、行きたいと思います。さあ、このキャンパスボーイはね、もう今日で仕事納めやったので、もう年内仕事ありませんので、まだまあ大晦日ね、カウントダウンの時に、はい、あの一緒にいてると思いますので、はい、会えますよみんなに、はい、まあ、ユースリーム毎晩やっております。ぜひともね、はい、見てください。お願いします。さあ、ということで、画像もねグーなりましたんで終わりたいと思います。ハセッチ買おう。さあ、終わるぞ。長谷川買おう。顔顔があかん。直しようがないよ、もう。そうだからじゃあ、ね、では、キャンパスボーイレギュラー陣全員集合でございました。明日もーせーの、キャンパラナイト。ありがとう。良いお年を。良いお年を。